平野仕様の新活動と飛べ合流でインスタフォロワー急増、新 CM 契約も期待される。滝沢秀明氏が立ち上げた新会社飛べの合流を発表し、芸能活動を再開した元キングピンス以下、キンプリの平野仕様と神宮寺雄太。7月7日に平野が開設したインスタグラムのフォロワー数が、キンプリの公式アカウントを超えたと話題だ。 この記事では、平野仕様の新たな活動と注目の CM 契約について詳しく探ってみましょう。平野仕様のフォロワー数、急増とべいの発表と同時に個人アカウントを立ち上げた部屋、プライベート写真をアップしているほか、ストーリーズでファンから寄せられた質問に返信するなど積極的に活用しており、フォロワー数は297.2番人。 11日現在、イカ道まで急増している。なお、同じタイミングでアカウントを開設した神宮寺のフォロワー数は186.9万人。先だって都米の所属を発表した元 V6 三宅県は120.1万人だ。2021年5月に開設した金プリ公式アカウントのフォロワー数は234.8万人。 平野は個人アカウントにもかかわらず、解説からわずか2日ほどでこれを抜いてしまいました。もちろんジウ馬的なフォロワーも多いでしょうが、世間のアキスとヒラの仕様への関心の高さが見て取れます。芸能記者、新たなファン層獲得の可能性、さらにネット上ではジャニーズのファンではないけど平野には関心があるという人も参見される。 ジャニーズアイドルの看板が外れたことで新たなファンを獲得する可能性もありそうだ。CM 契約の行方、現在、平野は昨年7月からイメージキャラクターを務めている P&G、パブリンズの CM に出演中。加えて、ボシュロムジャパン、ボシュロムアクアロックスワンデ UV シーンの CM も5月末までオンエアされていた。 5月22日をもって退場した、後ジャニーズ時代からの有名企業の CM 契約がいくつか残っていた平野ですが、パブリンズもそろそろ終了するのではないかと噂されています。そんな中、ボシュロムの公式アカウントが平野のインスタグラムを即フォロー。そのため、再契約を結ぶのではと期待を寄せるファンが相次いでいますどう新しい、地図新しい。 地図との比較から平野の今後の展望を考えてみましょう。2017年のスマップ分裂騒動との類似点も指摘されている平野と神宮寺の飛べ入り。ジャニーズ事務所を退場した稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾は17年9月に元チーフマネージャー飯島道と合流する形で新しい地図として再始動。同11月には 早くも稲垣とカトリがサントリーオールフリーの CM で退場後初 CM 出演を果たしていた。CM 契約の可能性、平野は今後新たな CM 契約が続々と決まる可能性もありそう。そうなれば、戸ベは安定した運営資金を確保でき、新人アーティストの育成やイベントの開催により力を入れることができるでしょう。 ちなみに、キンプリの現在の CM 契約は、長瀬角が出演する県境製薬の一社のみ。フォロワー数のみならず、CM 契約者数でも平野に差をつけられてしまうかもしれません。どう一部で、ジャニーズ事務所に合点、ジャニーズ天下り事務所、などと揶揄されつつも、今後勢力を拡大しそうな飛べ。 平野の新 CM が発表される日も近いかもしれない。平野仕様の個人アカウントが話題を集め、その活動の成果が期待される一方、CM 契約の行方も注目されている。その後の飛べの動向も含めて、今後の芸能界に目が離せない。今